ライトつけてなかった。オッケー。おはよう。キュンキュン。早タイムテーブルも作れたし、今はランキングのやつの準備してます。よくできました、ありがとう。そう、ちゃんと今日は起きていられました。よかったよかった。すごく朝ちゃんと起きれると気持ちがいいねそう、ぴったり、たまたまありがとう。今日はとりあえずこのワークは30分間します。よかったらお星とかカウントとか。準備もできた。オッケーオッケー、いいよ、今日なんか調子いいよおはよう、おはよう。裏の人さん、だるまたくさんありがとう。だるま1個かな、ありがとう。赤いだるまありがとう。おはよう、おはよう。皆さん早くからありがとう。お待ちして待ってくださってた方もいらっしゃるかな、ありがとうございます。そうだね、折り返しだね、今日で頑張らなきゃマクさん、ココナッツジュースありがとう。すっぴんレア、普通のやつになる確かに、すっぴん、普通はね、普通はすっぴんレアなんだけど、ひいたね、過ごしてた。やっぱりね、みんなね、そうだよね、大変よね。昨日も夜遅くまでレッスンなんて難しいやつだったから、そう、それの復習もしなきゃ、だから寝る時間も遅くなっちゃうしね、きついよね。朝早いの。クラサボさん、花束ありがとう。おはよう、おはよう。かまちゃん、だるまありがとう。ドロメちゃんだから33分で始めるのなるほどね、そういうのもあるのか、確かに。あ、そういうことか、なるほどね。ヤマジンさん、ファイト、ありがとう。昨日のやつ、昨日のね、7枠の、昨日の夜、一番最後7枠目が、1ヤマジンさんでした。ありがとうございます。3位、マクさん、2位、トマトさん、1位、ヤマジンさん、ありがとうございます。昨日はこんな感じです。ありがとうございます。今日は8枠、昨日より1つ増えて8枠です。よかったら見ていってください。おはよう、おはよう。そう、両立大変。今日は何時間寝れたかな、でもどうだろう、5時間は寝れたかな、うん、だるま100個、かまちゃん100個ありがとう。エアコン壊れてる、まだ壊れてる、大丈夫。仕事行ってきます、ありがとう。仕事、これから仕事の人多いかな、頑張って。こちらあ、駐車場に着いちゃった、もうちょっとじゃん、頑張らなきゃ。タマさん、星ありがとう、仕事頑張な。ソラさん、4位になった、なるほどね。え、1位は本当に圧倒的で、そっか、4位になったか。私も星があるから、じゃあソラハさんに投げに行きますよかまちゃんが来てくださってるから。あ、フォローありがとうございます。昼寝するとあれかな、この間が5時間あるけど、ここの間は配信で使うものとか買いに行こうかなって思ってる。そう、熟睡44分、あら、2時間半寝てる、なるほどね。あるね、今そういうのあるね。ちなみにね、あのね、あれです、ちょっと前からお話ししてたんだけど、イベントの中にコスプレをするっていう話、アナさんにコスプレ衣装をお借りするっていう話なんですけど、
昨日預かってきました。コスプレ衣装を何着か楽しみにしててください。しかも全部可愛いのばっかで、たくさんお借りいただいお借りさせていただいた。そうだから分かんない、枠とかの関係で全部は着れないかもだけど楽しみにしてて、どうしよう、今日も一枠くらいやってもいいかなと思うけど、まだ迷ってます。メンバー投げたらダメなの？そうなの？マジか。おはよう、おはよう。そう、お帰りしたいよ。そう、可愛いのはいっぱいあった一周目は届け、ありがとう、お疲れ様。そう、可愛いのがあります。どうしようかな、可愛いのがいっぱいあった。確かにアナさん、これお話が生きてたなってのを見つけたおはよう、おはようね、最終枠いいよね。そうだよね、最終日ね。そう、最終日なんとか時間がそれ取れそうだから、そうアナさんにお借りしたねコスプレを着てね配信しようかなって思う。おはよう、おはよう。そうだね、どうしようかな、最終日、最終日ね、大事。全身、全身見せれるかな頑張ってみる、俺得確かにそうかもしれない。そう、借りちゃったよ。コメントだけか、コメントだけか。じゃあ50カウントしに行こう。おはよう、おはよう。楽しみでしょ。そう、可愛いのもらったの、もらった、お借りしたの。ゆなちゃん、ゆなちゃんですそう、そこに置いてあるんだけど、そう、いっぱい持っててびっくりした。すごい多かった。インドネシアからありがとうございます。服の代わりそんなそんなそんなそうだね、メールで全身写真見せたいな。でも多分あれだね、配信中だから、配信の合間だから、一人だから頑張って、あれかな、全身鏡とか使ってかもしれないけど、できるだけ全身見せたいな。そう、可愛いから、せっかくのコスプレなら全身見せたいじゃん。おはよう、おはよう。静岡の天板竹さん、ハートと音符ありがとう。うんうんうん、そう、コスプレが、コスプレがなんとなんとできてしまう。コスプレ、そう、まだお話し会とかでは着れないけど、昇格したとかに着るってなったらまた買わなきゃな。コスプレいいよね、特別よねペコリペコリ、おはよう、おはよう。ちなみにまだアナさんにお借りしたのは何とはお話ししてないけど、みんな何のコスプレが好きおは好きか見たいとかある？そう、お話し会ね、コスプレしてる方多い。そう、先輩方可愛いコスプレしてるの、私も着るようになりたい。コスプレに髪もね合わせたいなって思う、できる限り合わせたい。そう、おはよう、おはよう。あー、みこさんいいね、いいね、確かに可愛いよね。たまに、たまにあるよね、なんかおは、生写真の、生写真の撮影とかでもみこさんとかってよくあるイメージ。生写真の撮影とかを参考にするといいかもね。ナース、お、いいね、いいね。さて何があるかもしかしたらこの中にあるやつあるかもしれない。みこさん似合いそう。おお、いいね。チアも、あ、チアも可愛いよね。何を着ようかな、何を着ようかな。おはよう、おはよう。おでこ可愛い、ありがとう多分おでこユニャンが見れるのは1枠目と2枠目だけだよ。風邪ひいてる、まだね、ちょっと鼻声多分。ヨットさん、真珠ありがとう。おはよう、おはよう。みんなおはよう。
すごい、朝早くからありがとう。注意事項の一番最後に書いてある。お、そうなんだ。そうなのね。おはよう、おはよう。なるほどね。裏の人さん、星ありがとう。そう、この時期ね、夏風邪ね、怖いよね。オッケー、集中、もちもち、了解。ラベさん、真珠ありがとう。今日コスプレどうしようかな、今日どうしようかな。服を綺麗にしてメイクもしたいな。それだったら今日はどうしようかな、どうしようかな、まだ考え中でもせっかくするならたくさんの人が見てくださる時間がいいよね。例えばどうかな。あ、でもな、メイクとか髪型を考えるとね、時間いるもんな。迷うね。裏の人さん、真珠。ラベさんも真珠ありがとうございます。今日はそう、何しようかな。でも昨日のそう、昼ぐらいとかにさ、朝方か、朝午前中にいろいろね、企画とかしたいこと考えたから、そう、コスプレとかフルーチェ作りたいし、チーク菓子も作りたいし、なんか食べながら配信したりとか、七並べとかお絵かきとかクイズ、私にまつわるクイズとか、エビフライとエビ天の違いをはっきりさせようとか、じゃがりこを作ったりとか、七並べのスタンプを考えてとか、なんかとりあえずいろいろ投票機能を使ってみるとか、いろいろ考え中シェイコスプレ、でもコスプレ衣装は言うて2着とかしか持ってないかも。余裕できた。あ、ありがとう。そう、そうだよね。多くの人ってなるとね、最後の枠とかよね。ね、おはよう、おはよう。バイチャルボー、OK。お疲れ。かおちゃん、ファイト。ありがとう。おはよう、おはよう。岐阜弁講座、岐阜弁講座。OK、OK。岐阜について話すか。瀬戸内七県の、まあ広島はちょっとずつは今分かってきてるけど、ここ行ってみるといいよとかの話もしたいな。あとは聖地巡礼するならやっぱここは行っとかなきゃみたいな。朝早いのにすごいたくさんの方が見てくださる。このイベントでさ、フォロワーさんもさ、ちょっとずつちょっとずつ増えてるの嬉しい。桃次郎さん、ファイト ×10 ありがとう。今日も一日頑張ろう。今日は水曜日だからお仕事の人もいいかな。一緒に頑張ろう。おはよう、おはよう。今日のタイムスケジュールは、考え方は、まあ、朝2枠と、でここは星1周とか2周とかちょっと考えながら作って、でここの4時間目とかはお昼休憩重なってる方が多分多めだと思う。とこのあと少し時間が空いて、ここからはたくさんの方が見てくださる時間なので、1時間ごとに、で夜はちょっとここからまた時間かけて30分となっております。岐阜行ったことあるのです。もしかして岐阜出身です。知ってるでしょ知ってるでしょ。知ってることを私は知っている眠い。でももう今日は二度寝しない。今日は起きてる。何しようかな今日は。必要なら楽しい。ありがとうございます。こちらこそ。今日はね、配信の前にね、5、6試合ぐらいだけかな、七並べしてたんよね。ランキングがやばいそろそろ越されそうになってる。初見でした。確かに確かに。お昼寝、確かにお昼寝できるかも。ここ5時間空いてるから。
確かに確かに。ちょっとだけ寝てみてもいいかも。さすがにね、5時間ずっとは寝ないけど。いいね。一並び配信今日したいしな。15分経過。やっぱりあれだね、期間中ってのもあってたくさん見ていただける。よかったらコメントとかフォローとかよろしくお願いします。2週目お届けありがとう。ナイスです。私もなんか星とかをね、そう普段同期とか先輩に投げたりするんだけど、星投げるのね、通路使ったら多少は楽になるかもだけどね、星投げ大変だから本当にありがたい、ありがとうございます。チラッチラッね、イベント効果あるよね。そうだよね、やっぱり参加してよかった。キュンニさん、水色のだるまありがとう。キュンキュン。ああ雨降ってるの大丈夫。リニャンのスタンプはバキュンダニャン、バキュンダニャンはね多分ね同期を飲みようかな。私はニャイスってやつ、ピンク色だっけな確か、ニャイスってやつが私のやつだよ。そう、七並べもイベントないですか。七並べの一応今3期生のやってるよね。さっき見たらね、久しぶり開いたら22億かな達成してたから、フルーツフィナンシェだけながゲットできる。これでコンペイトートフィナンシェがいただける。皆さんのおかげありがとうございます。ちょっと次の T シャツはね多分期間的に難しいと思うけど、また来月もぜひ私を推しメンでよろしくお願いします。それゲットする、え、ありがとう。使ってね、私と対戦したらみんなニャイスをそう。そう、よかった、ニャイス、そうニャイスニャイス、そうそう、裏の糸だ、ハートありがとう。ニャイスなんかね、そう作ったら前に配信で3期生の中でこのスタンプ使いやすいって言われて嬉しかった。ニャイス確かに使いやすいよね。おはよう、おはよう、スタンプスタンプ、次何のスタンプ買おうかな。私意外とでもコインあるからすぐ買えるけど、私は常にセットしてるのはなんかこの5個、最初のなんでこの画面、待機画面は左から順に、なんか手をこうやって振るやつで、次がこうペコってやつで、で3つ目がニャイスで、で次4つ目がウリピーで、5つ目がまた会いたいに設定してます。でこの手振るのとペコってやつは女の子キャラにしてます。初期から持ってるやつ。おはよう、おはよう、みんななんかおすすめのスタンプある？私的にはあれ、好きな層をとりあえず今買おうと思ってる。好きな層買いたい。あと何かあるかな。うん、熱いした、星ありがとうございます。あ、ミラーボールもありがとうございます。おはよう、おはよう。送る相手いない、いないの。大好き、あ、大好きもいいね。敵が、大好きも欲しいな。敵が、でもなんか猫っぽいの3つぐらい欲しかったじゃん。だから猫系の全部買いたいなって思う。ドジュニア、ナイス、ありがとう、頑張れ、ありがとう、頑張る。今日は咳がまだ咳が出るの。今日はダメだ、咳が
8枠する。8枠おはよう、おはよう。めちゃオフしてるから何してるのかなって見てました。えオフにしてるの？そうなの？なるほどね。噂してる。確かにそれはくしゃみだね。もかさん星レインボースターかけ10ありがとう。大丈夫大丈夫よ。お、もう1000人もやっぱり見てくださる方多いね。大丈夫、水分、そうだね、配信終わったら水分すぐ取ってくる。ありがとう。そう、余計出ちゃう。そうなのよ、全部投げた。ひひありがとう。ひひだって今日は8時だから55分になったら男女読みします。これカキカキします。おはよう、おはよう。朝早くからありがとうございます。レインボー10個分ということでありがとうございます。大人っぽい。本当にやったね。あ、そうだ、そういえば今日あれです、先輩方はツアー名古屋公演ですね。誰か行く方いる？平日だからどうだろう。あれ、行けない方もいらっしゃるかもだけど、名古屋公演、もし自分もね、お休みがあってこのイベントもなかったら、もしかしたら行ってたかもしれない。先輩方のね、今回のどうだろう、ツアー中は私もあるからね、行けないかもだけど、また公演とか入りたいなって思う。そう、席疲れるね、サラサラ。55になって寝顔ばかりです。そうだね、越される前に。デラかわいい、デラいいね。早く席直りますように。ありがとう、治るといいね。おはよう、おはよう。そうだね、当日券あるよね。見た見た。なんだっけ、現地ではないけどネットで撮っていけばね、入れるよね。行きたいな、行きたいな。行きたいけど行ってすぐ帰ってこなきゃだね。コンサートとか遊びに行ってました、名古屋とかでね。でもよくあったよね、乃木坂さんとかもあるし、それ以外なんかお母さんとかもそういうライブ、なんかこなっていうの、あれなんだっけ、な出てこない、情熱大陸をバイオリンで弾く、なんだっけ、情熱大陸、有名なあの方の何コンサート行ったりとかしてた。なんだっけ情熱大陸、情熱大陸で誰が伝わらない、情熱大陸。難しい。もこさんハートありがとう、歯切れありがとう。あやぱさんが、え、ゲームしてるの、ちょっと気になる。お疲れ様、お疲れ様。あ、博士太郎さんだ、博士太郎さんだ、博士太郎さんだ。そう、博士太郎さんのコンサート行ったりしてた、お母さん。お、すごい、みんな情熱大陸って言うとわかる。すごい、ありがとう、教えてくれて。ももさん真珠ありがとう。そう、何がして寝落ちしたので 2.7 週ぐらいになった。いや、ありがとう、感謝です。奥さんは高田真由子さん、ほう、その辺までは分かんないけど、いいね、いいね。そうね、公認そっくりさん、そっくりさんね、あるあるね。いつか私にもそっくりさんができないかな。そんぐらい大きくなりたいよね。そっくりさん、岐阜の隣住んでるからよく名古屋行く。本当に私もよく岐阜に住んでる時はね行ってた。服普通に昨日飛んでパジャマだよ。ワンダさんハートありがとう。もこさんもハートありがとう。おはよう、おはよう。似てるって言われる芸能人、でもオーディション時代とか受かってからもだけど、アイドルさんだけど、日向坂さんの佐々木美玲さんに似てるってそう言われるよ、言われる、結構言われる。あ、そう、誰に似てるって言われるかな。え、でもよく言われるのはその方だけかも。
そう、みっぱんさん、日向坂さんはめっちゃは詳しくない、乃木坂さんなら結構詳しいけどそう、よく言われる、オーディション中も言われたけど、受かってからもそう、たまに言われるよ。やましんさん、赤いだるま、ありがとう。おはよう、おはよう、お、55だ。よし、ランキング読みます。17位りんごさん、16位アイスレモンさん、15位やましんさん、14位ゆいちにゃん、13位よすゆきさん、12位ラベンダーさん、11位たかしあとつまみさん、10位スプマンテさん、9位おかっぴさん、8位ヤートあとつまみさん、次が7位ワンタさん、次が6位トラサボさん。じゃあトップ5いきます。5位きよにいさん、ありがとう。次4位うらの人さん、ありがとう。じゃあトップ3、なんか出るようになったね、ランクアップがトップ30って出たけど、あれだよね、30人もいないよねじゃあ3位内読みます。いきます。3位、あついさん、ありがとうございます。昨日引き続き今日もありがとう、感謝。次が2位、もこはまるで雪の結晶、あともこずそうず、ゆいにゃ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 さん、ありがとうございます。よかった、無事に55分を迎えられたよかった、2位ありがとう。じゃあ今日の一枠目のなんだっけ、1位発表します。どこどこします、いきます。今日一枠目発表します。1位いきます。はい、今日の一枠目の1位は桃汁あとつまみさんです。ありがとうございます。1位ありがとうございます。1位感謝。ちょっとカキカキしよう。1枠目ありがとう。すごい、みんな朝早くからね、あれだよね、星捨てして45分前に待ってくださってた方も多分いらっしゃる。ありがとうございます。本当に今日も一日頑張ろう、楽しみながら頑張ろう。よいしょ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 。どうだろう、むこさん、むこさん、あっこの前まで書くか。よし、よしよしよ。15、16回。今16らしい。なるほど、3期生の中ではどうだろう、ちょうど真ん中の辺かな。どうだろう、目標どうしようかな目標3期生の中でトップ3以内とかどうしようかな。よいしょよいしょ。よし、オッケー、書けた。よし、オッケー、書けました。とりあえず、あ、もうちょいで8時になっちゃうからギリギリだけど、一枠目3位あついさん、2位あもこがまるで雪の結晶さん、1位がももじろうさんでした。ありがとうございます、感謝。次の枠は8時45分から9時までの15分間です。ぜひ待ってます。ありがとうございました。終わります。